きます。行くぞ。いざ尋常に参る。任せてください。あれでよかったのか。何がです？君が右目の封印を破るとき、一目でいい、セルカに会わせてくれと俺に頼んだ。忘れたわけではありません。そのセルカが君を慕ってくれている。なのに。お前にはわからないでしょうね。聖号騎士となり過去を奪われた者の苦しみ。全部理解しているとは言わないさ。でも。でも何です？ああすべきこうすべきと言えるほどの何かをお前が持っているのですか？聖号騎士の痛みを聖号騎士でないお前が共有できるとでも。そういうつもりで言ったんじゃない。ならば口出しは無用です。ただお前たち姉妹に仲良くしてもらいたくて。セルカはお前のことが大好きだし、お前だってセルカのことをあんなに慕って。無用だと言ったではないですか。ごめん。猶予はありません。早く先に進みますよ。山裾まで来たな。尾根にはどこから登ればいいんだろう。登るには険しい崖が多いですね。地理は記憶していますが、この先に道はなかったはずです。先に進むには土地勘が必要かもしれません。だったら村に戻って案内人を探そう。それは最後の手段です。道が見つかれば解決しますし。今夜はこれで野営にしないか。いえ、もう少し道を探します。息も荒いし汗も出ている。休憩は必要だぞ。平気です。シラル水さえ飲めば。あ、水筒が空ですね。じゃあほら、俺の水筒を飲めよ。ありがたい。それではいただいて。お前が口をつけた水筒ではないですか。私まで口をつけたら狙って渡しましたね。不死だらな。違う、狙ってなんかいないし。ちょうど小川があります。その水を飲みます。冷たい。生き返ります。さあ調査を再開しましょう。木がどうした？アリス！木をしっかり持て！体に力が入らない。アリスの顔に青い痣が。平気です。
け休めばすぐ歩けるように。平気なもんか。聖護騎士は一般の民より強靭な肉体を持つはずだ。その聖護騎士の中でもずば抜けた強さを持つお前が発症したんだぞ。こいつはただの流行り病じゃない。おそらく俺程度の神聖術じゃどうにもならない。セルカに頼む。村に戻るぞ。いいな。意識を失った。急がなければ。セルカ、起きてくれ。キリト、姉様。青いあざが。急に倒れたんだ。毒を口に入れたのね。毒？薬草を持ってきて。私の部屋の奥にある木箱よ。わかった。持ってきたぞ。ありがとう。触媒にするからそこに置いて。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。どうだ。薬草は効いたけれど十分な量じゃない。治癒力を高めて抵抗力を上げたわ。これで数日は持つはず。薬草が季節外れなんだよな。どうにか手に入らないか。風切り鬼なら季節を問わず咲くという噂が。風切り鬼？調査の目的地なんだ。場所はわかるか？わかるけど地図に載っていない場所だからどうやって伝えたらいいか。くそ、だったら案内人を探さないと。どうする気なの？風切り鬼を目指す。けど地理に詳しくないから俺一人では任務遂行できない。土地勘のある案内人が必要になる。私がやる。は？案内人が必要なんでしょ。私なら薬草を取りに行ってて産地に詳しい。風切り鬼だって案内できるわ。教会の仕事があるだろ。まだ病み上がりだけどシスターアザリアがいるわ。あ、そうだったな。でもダメだ、危険すぎる。ここにいたって危険よ。いずれみんな青いバラを肌に刻んで死んでいく。姉様から聞いたわ。青いバラの原因究明をしてルーリットの村を救うって。覚悟の座った顔をしていたわ。きっと最悪の状況なのよね。だから実力のある姉様とキリトが来た。そうでしょ。セルカは勘が鋭いな。私にやらせて、キリト。青いバラのことなら誰よりも詳しい。土地勘もあるし神聖術の実力だって上がってきたし。分かった、手を貸してくれ。君の姉さんと病人たちを救いたい。最初からそう頼めばいいのよ。たく叶わないな。あ、そうだ、さっき青いバラのことを毒と言っていたよな。ええ、それが？みんな病と言っていたけど。青いバラは何かしらの毒素を原因とする中毒症状。一応病とも言えるけれども、使用している薬草も昔使われていた毒消しの一種だから間違いないわ。毒なら疫病よりも原因の特定をしやすいな。話はここまでにして、キリトは少し横になって。いや、セルカが大丈夫ならもう出発しよう。でも顔色が悪いよ。アリスを失うわけにはいかない。今1秒でも惜しいんだ。わかったわ。でも体力は回復させてね。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。疲労感が和らいだよ。ありがとう。さあ行きましょう。Thank you.
の辺だと思うんだが。こっちよキリト、獣道に入るわ。着いたわ。ここら辺一帯を昔の人は風切り尾根って呼んでいたのよ。今の地名だとクラクス採掘場跡かしら。危険地帯だからあまり知られていないけどね。しっ、キリト、殺気が充満している。物陰に入ってくれ。うん、よし、ここからなら気取られない。そっと見るんだ。あれは妙な魔獣だな。黒嵐だわ。ダークテリトリーとの境界に住んでいる魔獣なのに、どうしてここに。あ、魔獣と少し離れたところに人もいるじゃないか。話を聞いてみよう。おいおい、よくここまで来たな。まったくこいつは驚きだぜ。あんたこんなところで何をしているんだ。オイラはキノコを採取して町や村に卸しているカウルってもんさ。で、カウルさん、ここで何をしているんだ。マグナタケという赤いキノコを探しているのさ。西帝国に持っていくと高く売れるんだが、いつもはいないはずのこの魔獣がマグナタケを掘り返してはお腹の袋に入れちまう。途方に暮れちまったよ。あいつらはなんでここにいるんだ。前にもこんなことがあった。尾根の奥で山火事があった時だ。あいつらは自分たちの縄張りを追われるとここに避難してくるんだ。にしたって今回はおかしいな。山火事なんぞ起きていねえし、あいつらはこの辺りじゃ最強の魔獣だ。追い払えるわけがねえんだけど。手がかりになりそうな情報はないか。そういや、あいつらの中に青いバラにかかっていたやつが混じっていたな。刀傷みたいなのをいくつも受けていた。刀傷だって、妙な話だな。それに青いバラは動物にもかかるのか。青い呪文が家畜を殺した伝承を何かの本で読んだわ。信憑性はあるか。嘘や出まかすじゃなさそうだな。オイラの言葉を疑ってたのかよ。もしかしてあんた、パン屋にこの辺りで取ったキノコを下ろしたか。パン屋はそのせいで青いバラの発症者が出たって言っていたが。どうだろうな。どうやらあんたで間違いないようだな。証拠はあるのかよ。証拠はないが、お前の下ろしたキノコのせいで倒れた人たちをここにいるセルカが大勢看護したんだ。さあセルカ、こいつをどうしようか。ふーん、そういうことね。あなたのせいで苦労したわ。普段あまり使わないとても乱暴な神聖術を使う日が来たのかしら。洗いざらい喋るよ。キノコを採取した場所は。それなんだが、答える前に助けてくれよ。はあ？西帝国への旅支度で金を使いすぎた。このままマグナタケなしで戻ったら廃業になっちまう。あんたら強そうだ。採取場所は教える。その代わりにあの魔獣を飼ってマグナタケを10個持ってきてくれないか。取引を持ちかけられる立場かよ。分かってるけど頼むよ。かわいそうだしやってあげましょうよ。いいのか。その代わり二度と変なキノコは売らない。いいわね。もちろんだ。ありがてえ。Yeah!
ジェネレートルミナスエレメント。採取場所に案内してくれ。よし来た、こっちだ。こっちだ。